はい、皆さんこんにちは、ぶどうさんです。本日の企画は姫路市民実態調査のお時間がやってまいりました。五座走路、姫路市民は赤白どっちが好き問題について検証する動画となっております。本日も皆様このチャンネルを見ていただきありがとうございます。兵庫県姫路市を本社に置く五座走路という回転焼きを中心に餃子担々麺等を製造販売する会社、姫路市民なら誰もが知ってる姫路のソウルフード、お土産としてでも有名なあの五座走路、わからない人もいると思うので、今川焼きみたいな、こう、この丸い、たい焼きの丸い版ですね。で、割って、中にあんこが入っていて、食べる。はい。五座走路、赤あん。まあ、黒色のやつですね。で、白あん。二つあるんですけども、姫路の名物を、姫路市民は、どっちを食べるのかという問題について迫りたいと思います。皆さんどうですかね。皆さんは五座走路、赤と白、どちらを食べられますかね。私は断然赤なんですよ。いや、白も食べますけど、赤と白どちらかと聞かれたら、もう 100% 赤でしょ。まあ、ただ 100% は少し言い過ぎなので、9対1で赤、ほとんどの方が赤だと思います。絶対そうですよね。まあ赤に決まってます。はい、私の理由としては赤の方が味がしっかりしてない。白も美味しいんですけども、まあ赤に対して赤があるから白。赤を、どっちかしかなかったらもう赤なんです。赤が赤よ。なので私のこの調査の結果の予想は赤が9割。そして白が1割。このような結果を予想します。はい、姫路の種のね、ちょっとね、これ昨日このスマホを落としまして割ってしまいました。はい、この姫路の種の路上のぶどうちゃんにもね、聞いてもらっております。フォロワーさんがね、2万4000人おられますので、インスタグラムのストーリーにも、これを聞いています。はい、何にね、答えてくださるかわからないんですけども、1日集計したいと思います。その間にね、街に出て、五座走路、赤を食べるのか白を食べるのか、その辺五座走路事情について、姫路市民の実態調査、街に出て聞いてみたいと思います。行ってみましょう。えいえぽう。五座走路ってご存知ですか？知ってますよ。五座走路って赤と白どっち食べます？赤やね。なんで赤なんですか？赤の方がうまいから。あ、そうなんですね。ちなみに姫路の方ですか？姫路です。年齢聞いてもいいんですか？34。協力ありがとうございます。ぶどうちゃんいっぺん飲んだんですよ、お前。覚えてますよ。五座走路と白と赤どっち食べますかね？どっちかいたし、僕は赤の方が好き。あ、赤ですか？赤です。なんで赤なんですか？やっぱりいつも食べ慣れてるっていうか。協力ありがとうございます。あ、どうもどうもどうも。こんにちは。姫路の方ですか？はい。いつも何見てくださってるんですか？ YouTube とインスタです。あ、ありがとうございます。ちょっと質問していいですか？はい。五座走路ってご存知ですか？はい、わかります。五座走路って赤と白どっち食べますか？赤。赤？赤です。両方赤です。はい、あなたは？赤です。あ、なんで赤なんですか？赤の方が美味しいです。あ、なるほど。はい、おいくつですか？なぜ赤なんですか？赤しか食べたくない。食べたことがない？白あるのは知ってる。はい。すみません、アンケートご協力ありがとうございます。いえいえ、頑張ってください。姫路の方ですか？姫路です。あ、五座走路ってご存知ですか？知ってますよ。あ、五座走路って赤と白どっち食べますかね？うちも苦手なんですよ、ね。あ、苦手。食べたことない？はあります。あ、ある？その時どっち食べたんですか？白です。あ、白。じゃあ白派ということで。ちなみに年齢聞いてもいいですか？の16歳です。あ、そう来るか。どうもどうも。姫路の方ですか？はい。五座走路ってご存知ですか？はい、知ってます。五座走路、白と赤どっち食べますかね？赤です。なんで赤なんですか？なんで赤、白逆に食べたことない。あ、食べたことない。怖すぎないです。あ、はい、そういうことですね、はい、ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。姫路の方ですか？はい。姫路で五座走路ってご存知ですか？さっき食べてきました。あ、食べました。はい。赤と白どっち食べるんですか？赤。あ、赤ですか？はい。なんで赤なんですか？なんとなく赤が好きでずっと食べてきたりして、その習慣ですかね。五座走路はもう歴長いんですか？もうちっちゃい頃から食べてます。ちっちゃい頃から。はい。よくどこで買われるんですか？自分で買うことは少ないんです。いただくんですか？いただくのに多い。
あ、そん時はどうですか、やっぱ赤が多いんですか。赤ですね、今日も赤食べて。白はあんまり入ってないんですか、もらうやつには。おー、まあまあ相手方が僕が赤好きやっていうの分からんくて、なるほど、ね、白買ってきた時は。あ、なるほどなるほど。なぜ赤が好きなんですか。それね、だからちっちゃい頃の僕やったら分かるんですけど、なんか赤が好きで、なんかだから今食べたらちゃんと言葉で言えますけど、その時、あ、理由はないけど赤が好き。理由はあるんやけど分かりません。今白食べたら言えるけど、ちょっとあの、はい、私も理解に苦しんでますけど、なんせ赤が好き。赤が好きです。ご協力ありがとうございます。はい、ゴザソウロウってご存知ですか。はい、知ってます。ゴザソウロウって赤と白どっちが好きですかね。今は白です。あ、白ですか、はい、なんで白ですか。いや、昔は赤が好きだったんですけど、最近は白の方が、なんかあっさりした感じで、するんで。え、昔と今と何が、ご自身何か変わられたんですか。いや、特になんか舌が変わったんですよ。なるほど、いろいろ年齢を重ねるにつれてグルメの感覚が変わってきたと。そうですね、いうことです。ご協力ありがとう。あ、ちなみにどこで買われるんですか。買うとしたら34の地下。あ、ありますもんね、一番有名かもしれないですね、はい、ご協力ありがとうございました。いえいえ。どこの方ですか。アコです。ゴザソウロご存知ですか。ゴザソウロ何ですか。ゴザソウロってほら、今川焼きみたいな。あ、わかりました、わかりました。白と赤、そうそう、白と赤あるでしょ、はい、あれって赤と白どっち食べる。白。なんで白なんですか。理由はないです。グルメに理由はないと。です。じゃあお母さんが赤しか買ってこなかったら赤食べないですか。食べます。食べるんかい。いや、あ、自分で買うとしたら白。ちなみに、いくつですか。13です。カリマ歴はもう長い、13年ってことですか。引っ越してきたの。違います。地元がアコーで、いやアコーで、今もアコーでしょ。はい。アコーでは、ゴザソウル売ってます。売ってません。あ、売ってないの。売ってない。あ、じゃあどこで買うんですかそれ。岡山。なんでやねん。いや、あ、岡山のが姫路行くより近い。いや、一緒ぐらいです、ね、ああ、なるほどね、わかりました。それでいいかな、それでいいか。あ、じゃあこれ登場してもいいですね。こうアコーって出ますよ。アコー出身、13歳中学生。はい、わかりました。はい、どこ、出身どこですか。アコーです。あ、アコーの方。はい。ゴザソウロご存知ですか。知りません。知らないゴザソウロ。はい、ご協力ありがとうございました。姫路の方ですか。あ、姫路に住んでます。ゴザソウロウって白と赤どっち派ですか。僕は白です。いや、嘘でしょ。いや、本当です、本当です。白です。絶対嘘や。ほんまに白、白めっちゃ小さい時から食べてました。動画回ってるから白って言ってるんでしょ。いや、本当選ぶ時は白を選んでます。マジっすか。なんで白なんですか。なんでしょうね、なんかあっちの方が甘くて美味しい感じが。いや、赤のが甘いでしょ。嘘だ。本当です、本当です。こんにちは。こんにちは。ゴザソウロウってご存知ですか。ゴザソウロウ大好きです。白と赤どっち食べます。赤です。なんで赤なんですか。ゴザソウロウ赤やろ。どうもどうも、姫路の方ですか。はい、そうです。ゴザソウロウって赤と白どっち食べます。白です。あ、白。はい。あ、なんで白なんですか。見た目が白の方が美味しそうだから。赤が嫌だからとかじゃないです。赤も食べたことあるんですよね。あります。あんまり違いわからなくて。違いがわからない。違いがわからないのになんで白なんですか。ほんまになんかなんとなくとかす。あ、どっちでもいいんだけど見た目とその割ったフォルムが白の方がいいから。はい、特に何も考えてないです。はい、皆さんこんばんは、みさきです。お久しぶりです。ですね、今日ちょっとお家でゴロゴロしてたらぶどうちゃんからね、なんか急に DM が来て、アンケートそっちで動画撮れない、みさきちゃん出てよって。なんやそれと思ってね。みさきは、白派でございます。理由は白ハンが好きやから。絶対に白ハンの方が好き。ゴザソウロウどこで買う、どこで買うやろ。なんかおばあちゃんとかが買ってきて食べることが多いんですけど、買うってなったらやっぱり3、400かじゃないですかね。うん、300かやと思う。ちょっとね、妹がね隣にいるんで妹にも聞いてみようと思います。いい？ゴザソウロウ
あなたは白派？赤派？赤派。赤派？赤派かな。理由は？普通に赤派だそうです。あんこ好きで、はい、粒あんが好き。粒あんが好きな？そう。知らなかった。私の妹粒あんが好きだそうです。五座走路ってどこで買いますか？姫路駅のあの駅構内。駅構内？駅構内。あー、姫路駅の駅構内で買うそうです。はい、うちの妹はそんな感じでございます。あのお店の方に行ってスタッフさんにも聞いてみようと思います。では行ってまいります。五座走路わかります？はい。どっちの方が好きですか？白の方が好きです。白？なんでですか？白、あのちょっとあの甘さが好き。五座走路、赤と白どっちが好きですか？赤と白。赤かな。赤？うん。なんで？やっぱ子供の頃から食べたのは赤やから、ちなみにどこで買うんですか？お母さんと一緒にリバーシティの他の子、お母さんと一緒に買った帰りに買って帰ろうかなっていう感じ。五座走路知ってますか？はい。赤と白どっちが好きですか？赤です。赤？ちなみに大将は？あのお茶飲んで1個だけ食べるんだ白なんやけど、和井くんやったら赤や。へえ、ちなみに何でですか？料理長何でですか？あんこを潰したやつがあんまり好きじゃない。ああ、なるほど。え、あの赤ちゃん。いつも五座走路ってどこで買いはるんですか？うちの場合ってもらうパターン多いな。もらうパターン。あの手土産みたいな。ああ、なるほどね。10個入れてさ、5個ずつ入ったやつ。仕事は。新しいもらうパターンだそうです。なるほど。すいません、忙しいのにありがとうございます。そうですか？そうです。五座走路ってご存知ですか？五座知ってますよ。五座走路って赤と白どっち食べます？僕は白なんですよ。なんで白なんですか？僕白が好きなんですよ。白が好き。白あんですよね。白あん。でも白あんが好きなんですよ。あ、もともと？いやでも白あんってなかなか普段登場しないじゃないですか。いやだからいいんですよ。あ、希少価値。希少価値とテイストが。急にカメラ向けたのにめっちゃ答えてくれるじゃないですか。いや結構ね、みんな赤になるんですけど、そうそうそう、僕は白が好きなんです。あ、そうなんや。今これ聞いてるんですみんなに。ちなみに姫路歴も長いんですか？いや、そんなに長くはないです。でも昔から知ってて白が好きなんです。え、姫路の方じゃなかったですか？もともとは神戸なんですけど、姫路歴はもうかれこれ何年ぐらいですか？8年ぐらいですか？じゃあ子供の頃にも神戸にも売ってたんですか？このいや、あのこっちに買いに来てます、お土産。マジで？あ、わざわざ？はい。でも白が好きなんですよ。変わってます。いや、変わってるってだからこれアンケートやから、はい、白なんですね。白です。ご協力ありがとうございます、はい、もう赤の方が、はい、甘いんですけど、赤の方が味しっかりしてるやん。味しっかりしてるんですけど、白のほんのり甘いのがいいんです。数食えるんですよ。そのね、大食いの人な。違う数食べれるから。でなおかつそのトースターとかで焼いてパリンとした中のあのこのような甘さ、白が美味しい、うん、なんかもうその五座荘のこと聞いてほしかったみたいな感じでずっと気になってたんですか？白気になってた。気になってた。結構白の人少ないから。少ないんですよね。買いに行っても、白みたいな。お店の人がそれはあかんわ。それダメですよね。いや、あの並んでる方。並んでる方。あ、白だけみたいな。え、ちょっとごめんなさい。え、白10個とか行くわけ？いや、僕が買うときは。そうや。いや赤6個、白4個とかでしょ。いや、逆に。マジで？ガチの白の人やん。いや、ほんまに。ガチ白やん。ガチ白ってことびっくりした。それぐらい白が好き。じゃあもう白のリーダーということでいいですか？いや、リーダーではないですけど。いや、リーダーですよ。ここまでの人いないわ。実際にお店の人はにどっちが多く出るのか聞いてみたいと思います。どっちが出ますかね。ということで今あちらの五座走路さんで買ってきました。で、あのお店のお姉さんに伺ったところ、白が3割で赤が7割ということでした。インスタグラムで、聞かせてもらっておりました。2418名の方が答えてくれました。すごくないですか？はい、じゃあ発表します。赤派は 62%、 白が 38% の。これはね、正直予想外ですね。いや、ほぼほぼ赤が好きなんじゃないかなと思ってたんですけども、VTR でもありました。白のが絶対いいという方もおられるので、姫路市民実態調査、五座走路、
赤と白どっちが好きなのか問題について調査に行ってきましたところ、なんとこのような結果になりましたといった感じですね。姫路の旅ぶどうチャンネルは、はい、ということで、皆様からもの企画の案なんかも引き続き募集しておりますので、はい、これからもまだまだ姫路の旅を応援よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。